俺たちは真剣に幕府を倒す気ですよ。引かなければあなたを撃つまでだ。伊藤、説得など無駄じゃ。やるぞ。に及んで立ちはだかるか。お前のおかげで私は少しだけ変われた。だが決して譲れぬものもある。この程度で我が志は砕ける。苦しむ者らに目を向ける幕府に政は任せられん。なぜそれがわからんのだ。貴様の勝ちだ。私を撃ったこと手柄にせよ。式の大砲、想像を超える威力だな。最後長州はすでにチリジリだ。あとは藩士たちに任せよう。いや、徹底的に追討すべし。攻撃は続けます。長州は思ったより不甲斐ない。軒口を続ければ今日が怪人に帰したろう。お前が仕組んだのか。懐かしいだろう、この匂い。あの日に帰るようだな。あの日我らは死に、そして生まれた。いずれ幕府日の本があの炎に包まれ、我らがずっと望んできたのだ。さあ初心に帰り修練でもどうだ。お前は後についてくるばかりで子供の頃のままだ。唯一持ち得なかったものだ。
場所を見つけたとは言わぬだろう。ひとたび偉人の武器を手にすればあとはたやすい。小さな火種でも慈悲のことを焼き尽くす大戦が始まる。戦乱の中でこそ我らは求められるのだ。ようやくお前と生きられるよう作ることができたんだ。我らは二人で一つの隠し刀、共に行こう。ある男が言った。幕府はもう死んでいると。だから生まれ変わらせるのだ。皆が望むゆえ。それがどんな世なのか、まだ闇の中だ。だが少しでも明るい方へ手探りで進む者たちがいる。その光を、夜明けを探る者のために私は戦う。お前とは行けない。お前は分かってくれると信じていた。お前だけは。みなちりじりか。せめて落ち延びてくれ。先生が夢見た民草の世を作ってくれ。伊藤、山形、中岡、桂さん、新作、ふみ、最後に一目会いたかった松陰先生。今、御元に参ります。源氏元年8月、久坂玄瑞は自刃した。去年25歳であった。